こんにちは。今日はちょっとね、マイニングするためのグラフィックスカードの部分のね、部品が届いたので、ちょっとそれをね、組み立てていきます。では、ね、着いたので、ちょっとさっき下調べをしてて、今僕もね、初めてのマイニングマシンなので、ちょっと何をやってるか分かんないけど、やっていけば組み立てられるんじゃないかなと。とりあえずこれがね、マザーボードで、おそらくね、ここにね止めてネジ使って、でこれをここにある線を一つずつこっちの方に差し込んで、そこで GPU もここに8台あるので、 1,2,3,4,5,6,7,8 台あるので、まあちょっとこれをまた全部差し込んで起動させてみます。で、 GPU はここに書いてあるんだけど、GTX1080 8G っていうのを使ってます。全部8台とも。なのでこれをね、一つずつ挿して、まあとりあえず1台だけ挿してつけてみます。でパソコンで反応するかどうかを確認してから、残りの7台をねちょっと差し込んでいきたいと思います。でまずはこれ止めた方がいいのかな、全く分からんけど、ちょっととりあえずここを差し込んで、ここを差し込んで、とりあえずでネジで一回止めます。で全部止めると、一回失敗しちゃうとめんどくさいので、まあ 2,3 個ほどだけ止めといて、テストしてからまた全部止めます。でここを止めて、マザーボードを固定していきます。でここ結構大量に線があるので、これがおそらくここで、これがここ6、こんな感じかな、見えるかな、こんな感じに刺してみました。やべ、ネジが回収できた。でこれを一回固定します。で次にこれを一回差し込んで、1台でね試してみます。難しすぎる。でこれをネジで固定します。OK でつけてみましょう。
全く見えん。消えじゃね？よし、ではつけます。やっとね、運命の瞬間が来ました。頼む。涼しいね、これ結構。とりあえず全部ついたので一旦消します。これで、まあ、パート1終わります。さすがに長すぎるので動画、一度家帰ってもうちょっと下調べして、金曜日にまたね、このマイニング情報をちょっと投稿したいなと思います。ここで前編1回終わり。では。